どうもこんにちは。今日はですね、前回やりました、ウエイトの簡単な外し方、そしてあと床の強度の検査の方ですね、結果の方を教えていきたいと思います。まずですね、はい、カーテンの方がですねバキバキに外れましたが、はい、こうちょっと分かりますかね、カーテンの方ね、ちょっともうグラグラしてるという感じですね。ちょっと分かりにくい。まあこのラバーがついてたんでね、このラバーがね、床の方は大丈夫みたいですね。あと住んでる住人の方は避難していただいてたので、人的被害の方はありませんでした。そうですね、こちらの方からですね、20キロの、はい、バーベルをね、床にね、ちょっとコンパネに落とす予定だったんですが、床の方に落としてしまいましてね。はい、こんな感じですね。まあそうですね、同居人にバレないぐらいにはできたと思われます。はい、ということでですね、本日もトレーニングの方をやっていきたいと思います。今日は前回できなかったスクワットの方やっていきたいと思います。まず先のあった通りですね、このバーベルラックを前後に付け替えることがしました。少し面倒くさかったんです。上を外さないとこれは外せないんで、ちょっと組み立ての時に気をつけておけばよかったなと思います。これは一人でトレーニングするので、安全バーはね絶対につけましょう。じゃあ前回できなかった50キロでこのようなですね、カラーと呼ばれる安全ピンですね、必ずつけましょう。やはり膠着してはいけませんね。バーベルの方がとても滑りやすくなってますんで、はい、大丈夫ですね。70キロこんな感じなんですけど、ここにねちょっとかましてね、バーベルをもうちょっと外にね出さないとね、まっすぐスクワットしないとこれに当たっちゃうんですよね。バーベルがたまにこの安全バーとかこのバーベル掛けにキワキワです。まあ、これがちょっと、はい、レビューというかこういうことありますよと。やっぱりねこう下げるときにふらついてよくここに当たったりするんですけど、こういうところにねまっすぐ降りれるようにやっていいんだよな。久しぶりのトレーニングしてるんでしんどい。上がりました。90キロ590で安定してセットを組めるようになれたらなと思ってます。うぅやるぞ。こんな感じです。ひどかった。頑張ります。本日もありがとうございました。